すいません、うちの彼女いますか？あ、いた？なんだよ、やっぱり君しかいないじゃないか。こんな時間に何してるの？早く帰ろうよ。なんでここにって、心配だからオフィスまで迎えに来たんじゃん。全然連絡つかないし、ビルの前で待ってても出てくる気配ないんだもん。もう入ってくるしかないよね。なんで黙ってこんなことするの？一人しかいないんだったら仕事持ち帰ってお家でやったらいいじゃん。こう見えて僕気使えるよ。家に帰って仕事するんだったらコーヒーも入れるし、肩だって揉むし、君が欲しいもの、環境、空間、何でも用意してあげる。なのに、なんでいつも君はそうやって僕のことをいないものとして扱うの？いいから早く帰ろう。僕、我慢できないよ。なんだよ。なんでもないじゃなくて、さっきからどこ見てるの？あっちの方ばっか見て何を気にしてるの？そんな心配しなくても、もう君以外誰も残ってないんでしょ？じゃあ誰か来る可能性なんてな。あ、そこの机に置いてあるの、バッグ？まだ誰かいるの？しかもこれ、男物のバッグだ。今、隠そうとしたよね。そうか、まだ誰かいたんだ。誰か、男。男と二人で仲良く仕事してたんだ。どこにいるのその人？俺も会ってみたいな。おーい、隠れてるの？うん、上司、知らないよそんなこと。だって僕の上司じゃないし、こんな薄暗いオフィスで二人きりなんて許せるわけないだろ。ふーん、かばうんだそいつのこと。いいよ、じゃあそいつのことは見逃してやる。その代わり、君がお仕置き受けるんだよね。こんだけ嫉妬させたんだから当然だろう。ねえ。えへへ。
じゃあ早く帰ろう。まだ何かあるの？別れたい？何それ？別れたいって何？僕といるのがしんどい？やっぱり、そうだよな。やっぱりな。ああ、こうなると思ったんだよ。君、働きすぎだよ。これだから、いつも言ってるのに、もうちょい休んだらって。この前の日曜日もさ、一緒に出かける予定だったのに、休日出勤入ったみたいなこと言ってたじゃん。僕もええとか言って。あれちょっとショックだったんだよ。振り返ってくれるって言ってたのに、まだ全然日程とかも決まってないし、まあそれもそれで楽しみなんだけど。とにかく、頭が疲れてるんだよ。正常な判断ができてない。ううん。できてない。できてない。できてない！危なかった。君がおかしくなる前に持ち帰らないとだからさ。まだ意識あるの？じゃあ、好きだよ。大好き。今から二人だけのお家に帰ろう。お、目覚めた。おはよう。ん？頭がぼーっとする？そうだよね。あんまり覚えてないでしょ。そう。オフィスで君、突然倒れちゃったみたいでさ。僕がここまでわざわざ運んできたんだよ。ん？えへって、何その顔。普通そこは感謝の言葉じゃない？え？スタンガン？何それ。夢でしょ？変わった夢見るんだね。動揺してるのはわかるんだけどさ。倒れたばっかなんだから、じっとしてないと。ダメだよ。ダメだよ。じー。うん、喋るな。じー。よし。よくできました。さて。そしたらさ、用意したこれ書こっか。座っても書けるから。ああ、そうだ、ペン。どこだ？あと、そうだな。机に映らないように下に引くものも用意しないと。何って、辞表届け。えって、こっちが絵だよ。今日はよく驚く日だね。君さ、
最近残業ばかりだったでしょ。ずーっと心配だったんだ。このままじゃ君が働きすぎて壊れちゃうんじゃないかって。そんなことなくないよ。それで倒れちゃったわけだし。記憶がないのはそうかもしれないけど、倒れたのは過労。これは事実だから。それに、上司も変な人多そうだったよ。特に一緒に残業で残ってたやつ、あいつ絶対に手出す気だったろ、君に。絶対そうだよ。ああいうエリートぶったやつが一番立ち悪いんだ。ま、君が会社を辞めたからといって僕はあいつを許す気はないけど。ごめんね。なんでもないよ。ま、とにかくさ、これからは僕が養うから、安心してよ。君はいいんだよ。もう十分頑張った。ここから先の人生は、僕でいっぱいにしよう。他はいらない。あ。なんだよ。その不満そうな顔。はは。一緒にいたいのは僕だけなんですか？やっぱり、辞表届はとりあえずいいや。僕へのラブレターにしよう。ペン握って。早く。ほーら、書け。好き。好き。好き。もっと。体に染み込むまで、今日は寝かせないから。